策本部の設置、被災者への支援、および災害救出等の施設についてお尋ねがありました。政府の災害応急対応については、危険状況や被害状況を踏まえ、適切な体制を構築することとしております。本年8月の大雨については、防災担当大臣が出席をして、関係省庁災害対策会議を計6回開催するなど、関係省庁が緊密に連携して、ダメ、危ない。警戒体制のもと、万全の災害救出対策を検出したものと認識しております。被災者への